焦らないで、失敗は成功の母よ。今のうちにギア磨いておこっと。大技はギアで援護するね。いらない。実験台になってくれたおかげよ。危ない。助手が一人欲しいわ。今すぐによ。いけ、必殺のしっちゃかめっちゃかギア。平和だなぁ。今日は補修も任務もない。帰ったら思う存分ゲームでもするか。あ、フーマ、もしかして暇なの？実はとっておきのギアができたの。実験させて。ギア！メカムラウラル？まだだ。読んでないとでも思った？行け、風魔捕獲&連行ギア。わっしゃーい。ぐえおぼっちゃん、流行りの服はお嫌いですかな。殺せ。なんだよそれは。よくぞ聞いてくれました。聞いて驚け。これぞ世紀の大大大大大発明、着るだけワンボタン瞬間移動ギアよ。それでそれを俺に着せてどこへ飛ばそうって言うんだ。なんで今からする実験がこれを見ただけでわかったの。あ、なるほど。これまで私の実験に何度も協力させてあげていたから、知性の能力値が引き伸ばされて。
ともかく分かってるなら話は早いわ。行き先はそうね、風魔の家にしてあげる。早く帰りたいだろうしね。誰のせいだと。なあ、お礼なんていいのよ。協力の報酬みたいなものだから。よいしょ。なあ、俺を飛ばすんじゃ成功か失敗かすぐにわからないんじゃないか。だから実験をするのはウラルが自分で。まあバカにしないでくれる。そのくらい私も考えてるわよ。だからね、私はこのギア一つで二人まで飛ばせるように作ったの。これなら対象者について確認できるでしょ。よし、行くわよ。スイッチオン。やだ、やめろ。うわー、死にたくない、生きたくない。生きてる？よかった。よかった。よくない。どうして？理論上は成功するのに。すぐに改良するから、ちょっとそこ